おはようございます。今日も最高の一日にします。おはようございます。早速今日もマックに行きます。今日の天気は晴れなのかな、わかんないです。曇りなのかわかんないけど、まあでも青空っぽいのが晴れっぽいです。はい、今日はですね、まあ、今日の予定は自分の経営者友達、お金を借りてる友人にですね、お金を改めてちょっと借りるみたいな、返したものをもう一回戻してもらうってよくわかんないこともあるんで、それがあったりとか。そうですね、だんだんと寒くなってきましたね。話全然飛び飛びです。まあそんな形で今日も行ってきます。では、今日はこの本です。好きなことだけで生きる人が成功する時代、読んでみたいと思います。はい、今からフィールサイクル行ってきます。すごいついてます。ついてました。そうですね、なんかね、好きなことだけで生きる方法、世の中の人たちっておそらく標準化、どういうことかっていうと、いろいろな成功者が目的を持つとか目標に向かって突き進むことが大事とか、いろいろなこう標準とか社会的なルールみたいなところがあると思うんですけど、それって正直人の成功であって、じゃあ本当の好きなことだけで生きる人たちの特徴って何かっていうと、充足感なんですよね。自分のことを満たす、やりたいことができてるとか、あとは自分自身を満たす幸せな気持ちっていうところが、それを追求していく、自分の興味関心だったりとか、あとは得意なことをやることで、そこを追求していくことで最終的に後から成功っていうのがついてくるんじゃないかなっていうふうに思いました。なので大切なことっていうのは、自分が興味があるとか関心があることに対して、自分の得意なこと、自分がの長所を生かせられる場所で、とにかく充足感を求めることで最終的に成功がついてくるんではないのかなと思っています。はい、なので皆さんも好きなことだけで生きたいとか成功したいと思うのであれば、そういうふうに自分の中の充足感っていうのを大切にしてみてください、という形で。それでは、道に行きました。おはようございます。今日も最高の一日にします。おはようございます。なんか言うんだよ。さて、今日始まりますね、一日が。なんか最近あれですね、すごい太陽綺麗、なんかこう日本ももうちょいで一旦離れるかな、離れるのかなって思うと寂しい気持ちもあるし、あとは日本での暮らしをできる限り楽しもうっていうふうに思います。もう絶対に自分はタイに行って海外の状況だったりとかをいろいろとこう調べていくんで、海外に行きたいっていう気持ちがあるんでね。なので日本を楽しみたい。こんくらい余裕あるといいですね。結構長い気がするぞ。まあそんな感じで今日も行ってきます。ありがとうございます。終わりました。最高です。今から家を帰ります。はい、
絶対に世界に世界で活躍できる人間になるために今目の前のことをちょっとずつやってきました。